回の内容はこちら。では今日はですね、オンラインサロンということで、解説動画をお送りしたいと思いますが、いつもブラッシュエイトの、思想動画というのを僕演奏しているんですけれども、今日はその、今まで、アップした動画の中から、ワンフレーズちょっと楽譜付きでタブ譜付きでどんなフレーズを弾いているのかというのを解説していきたいと思います。では早速、フレーズを紹介していきたいんですけれども、ちょうど今画面のこの辺かなに、タブ譜付きの楽譜がアップされていると思いますので、それを参考にしていただきながら聞いていただけたらと思います。まず、フレーズ、いつも、思想動画を、弾く時のフレーズっていうのは実は全部即興でその場でのアドリブで弾いてます。バッキングの、伴奏のトラックっていうのを流して、その上で、次々とギターをとっかえひっかえ思想で、アドリブを弾いてるんですけれども、ですので今日解説するフレーズも僕は実際何を弾いたかっていうのは全く覚えてません。ですので自分の動画を YouTube で見ながら耳コピして楽譜にして、でそれをパソコンで打ち込んで清書して譜面にしました。ですので自分でも後から、フレーズを見直してみて、あ、こんなこと弾いてたんだなというような発見があるんですけども、まず今日は、このフレーズの冒頭の4小節を紹介したいと思います。YouTube のタイムで言うと1分19秒ぐらいからの動画フレーズになってますけれども、まず、いつもこういうアドリブを弾くっていうシチュエーションの時、まあ、動画撮影に限らずライブでもレコーディングでもそうですけども、まず何を考えているのかっていうことを、頭の中をどんなことを想像しながらとか、どんなことを注意しながら弾いているのかっていうのも言葉にしながら伝えながらいけたらと思うんですけども、まず絶対に見るのは、まあ譜面がある場合ですけど、キーが何か、まあ音を聞いて判断する場合ももちろんありますけども、この曲のキーが何なのかっていうのを絶対にまず見ます。参考にしていただいているその楽譜のトーン記号の横にシャープの記号が一つ書いてます。これが実はキーを表している記号、調合っていうやつです。ちょっと理論的な話で難しいですけれども、もう今回はオンラインサロンということで、めちゃくちゃ詳しくやっていくので、ちょっと頑張ってついてきてくださいね。まず調合を見てキーを判断する。まあ、シャープが一つの場合は、キーが G メジャーというキーなんですが、これがなぜ G メジャーかっていうのは、またオンラインレッスンの時なんかに解説できたらいいかと思うんですけども、なんせキーが G メジャーだから、基本的に使っているスケールも G メジャースケールっていうのを使ってます。いろんなポジションが当然ギターですので、複数に同じ音がねあるので、いろんなポジションを使い分けてますけども、全て基本的には G メジャースケールを基準にしてます。では一小節目ちょっと見てみましょう。でこの時に、キーは分かったけど、次コード進行、ここも必ずチェックしてます。この曲のコード進行はまず1小節目 C メジャー7、2小節目 B マイナー7、3小節目が A マイナー7、4小節目が E マイナー7、この4つのコード進行がぐる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 ずっと繰り返しループされているのが、このバッキングトラックのコード進行です。で、これもただ単に、コードが C メジャーだからこの形だとか、ね、Bm7 はこの形だ。もちろん形でフォームで、まあ、コードを理解することは大事なんですけれども、実はこのコードがこのキーの、難しいこと言いますよ、何度のコードになってるのかとか、そういうことも実はすごく考えてます。トニックとか、サブドミナントとか、ドミナントとか、もう知ってるよっていう方もいるかもわかりませんけども、初耳の人もいるかもしれませんので、ちょっと丁寧に解説しますけども。
コードっていうのは実は一つ一つに役割分担っていうのがあるんですね。機能っていうのはファンクション、どのような機能を持っているかっていうのが決まってます。キー G の場合だとトニックっていう一番落ち着いてるコードは G メジャー、そして B マイナー、まあ B マイナー7で E マイナー7、この3つが実は落ち着くコードなんですね。安定感のあるコード。で次サブドミナントっていうのがいるんですけど、これが C メジャー7、そして A マイナー7、これを4度メジャー7と2度マイナー7っていう僕らは捉えてるんですけど、この2つはやや不安定な響きを持ってるコードね。そしてドミナントコードが Day7 と F シャープのマイナー7フラット5、これがドミナントのコード、最も不安定な響きと言われているコード。実はだからこれらのコードの性質を利用してコード進行曲っていうのはできてる。だからそのバックで鳴ってるコードの背景、機能、ファンクションがどんなカラーなのかっていうのをまず想定してます。一つ目 C メジャー7サブドミナント、いきなりやや不安定な響きから入って3度マイナートニックに行ってサブドミナント、2度マイナー7に行ってから6度マイナー E マイナーね。僕キーが G メジャーっていう言い方しましたけれど、このコード進行は E マイナーのコードにどちらかというと着地しているような、コードが、向かっていっているような響きです。実は G メジャーと E マイナーっていう2つのキーは親子関係みたいな近い関係にあって、まあ平行調というんですが、ですから最初に G メジャースケールで弾いてるよって言ったんだけど、これちょっと難しいけども E の G メジャースケールを E から弾くと E ナチュラルマイナースケールって言うんですけど、頭がウニになってきそうですか、大丈夫ですかね。こういうの平行調と言いますが、このマイナーのスケールで弾いてるとも言える。コードが E マイナーに流れ着いてる、到着してるので、僕の意識としてはやはり E マイナーのトーナリティ、トーナリティっていうのはあの調ですね、キーの感覚の方が強いかなと思います。もう一度言いますよ、サブドミナント、あ、メジャーのダイアトニックで言ってますけど、サブドミナントトニック、サブドミナントトニック、うん、まずこのような風な、コードの意味合いもまず考えてます。そして実際フレーズですよね。よくアドリブで弾くときにどんなことを考えて弾いてるんですかと言われるんですけれども、まあ普段皆さん喋ってるのを、日常生活はアドリブで喋ってると思うんですけど、その感覚です。どういう感覚やねんっていう話ですが、その場に合った言葉遣いとか音量とか言い回しを、その場に必要な、フレーズを使って喋ると思うんですけど、それと同じ。だからこの場合だとちょっとファンキーな16ビートの感じの曲やったので、まあファンキーなちょっとノリのいいイメージは持ちつつ、そして最初のサブドミナントの C メジャーのところで、ここ B マイナー到達してますけど、もう一回弾きますよ。で B マイナーね。このフレーズなんかもタブフで見ると12-14、12-14、12-14、16、17、16、15、いわゆるここの E のナチュラルマイナースケール、まあ、もしくは G メジャースケール、こっちに移動して、まあどちらの捉え方でもいいんですけど、スケールとしてはその中の音を弾いてるんだけど、じゃあ今度スケールの中の音何弾いてもいいのかって言ったら、決してそんなことはないですね。スケールっていうのは僕の感覚としては、これまた言語に例えるとあいうえをかきくけこさしすせそみたいなもんが僕の中でのスケール。だから言語喋るのにあいうえをかきくけこって羅列しても言葉にはならないですよね。ランダムに適当に文字を組み合わせても単語にはならない。だから意味をちゃんと持って弾かないとフレーズにならないんですけれども、まず最初入り口こんなことを弾いてました。これね、タブフで見るとちょっと分かんないけども、これラの音から始まってます。ラシレミソラシミミフラット
レー。ちょっと音符がね、なかなか最初は難しいかも分かりませんけれども、ゆっくり紐解いて見てもらったらいいと思うんですが、まず C メジャーのコードが鳴ってる。その上で一番意識するのは C メジャー7のコードトーンっていうのを意識してます。